はいどうも、小林です。2024年恒例のサンマ祭りイベントが始まりました。今年も強力な装備が任務やサンマの交換で手に入ります。今から始めても頑張れば取れる難易度になっていますので、今回は全て取るためにサンマイベントでやるべきことをまとめていきますので、よろしくお願いします。まず最初にこのサンマ類イベントがどんなものかという概要を話していきたいと思います。特定の海域の一部マスでサンマがドロップするようになっています。サンマを特定数集めて達成できる任務があるので、まずはその任務達成数までサンマを集めます。収集任務を全て達成後にアイテム欄にあるサンマを使ってアイテムや装備と交換。基本的な流れはこんな風になっています。そして今回の最終目標任務なんですが、サンマ祭り最後の拡張任務で基地航空隊用の局地戦闘機が入手できます。必要な装備とか回収するのに必要な証はサンマ祭り任務で入手可能なので、始めたばかりでも達成することができます。サンマ収集と並行して任務達成を目標にしてください。次にサンマイベントの各任務について説明していきます。まずサンマを集める任務が3つあります。最初が4尾、次が16尾で、最後は48尾。この任務はサンマを所持しているだけで達成できます。そしてサンマの数が減ることはないので、まずはサンマを48尾集めて任務達成までを目標にしましょう。次にサンマ漁任務の報酬について何を取ったらいいかというところを解説していきます。まず1つ目の4尾集める任務ですね。チンジフサンマ祭り開幕なんで頑張ろうです。この選択報酬2つありまして、1つ目が対馬大芸イラコから選択です。この中だと大芸は比較的通常海域でドロップするので、対馬を選択しておくのがいいです。選択報酬2つ目が平戸明石高速修復材になります。明石未所持または鑑定処理施設4個未満なら明石を最優先で選択しましょう。次がサンマ塩焼き演習の任務報酬になりますが、選択報酬1つ目がイラコ勲章三式式連絡機械。拡張交渉任務の1つで三式式連絡機械星7が必要になるので、ここで選択して取っておくのもいいですが、勲章が欲しい場合は勲章を選択しても大丈夫です。その理由が次の選択報酬にあります。選択報酬2つ目が山塩丸熊野丸間宮からの選択になります。ここで山塩丸熊野丸どちらも持っていない場合は熊野丸を選択しましょう。熊野丸の改造初期装備で三式式連絡機械を持ってきます。また熊野丸海が回収担当2番課になっているので、回収には熊野丸海が必要になります。山塩丸が1の4、熊野丸が1の5でドロップするので、どちらも掘ること可能です。なので、勲章優先ならこの選択がいいです。次が熊林子さんま漁準備はよろしくての報酬です。選択報酬1つ目が回収資材、補強動説2個、戦闘処方から選択。まあ、これは必要なものを選択で OK です。2つ目が22号対水上電炭海洋2個、新型航空兵装資材4個、改装設計図。この海洋がちょっと見づらいんですよね。今回拡張交渉任務で新型航空兵装資材が5個必要になります。足りない場合はここで選択しておきましょう。足りてるなら、まあ、あとはお好みで設計図とか電炭選べていいと思います。で次が48尾集める任務ですね。最上型サンマ祭りいいじゃんいいじゃん。選択報酬1つ目が熱式エンジン2個、改造設計図2枚、カタパルトこの中から選択です。熱式エンジン選択できますが、今回の任務で熱式エンジンは必要にならないので、カタパルトとか改装設計図お好みで選択して大丈夫です。選択報酬2つ目が大量機の選択です。朝日の大量機が去年のものです。持っている場合は2024年の新しい大量機しか選べません。次がサマ祭り拡張任務新型陸軍対戦哨戒機配備の選択報酬です。新型兵装資材、新型航空機設計図、回収資材からの選択になります。新型航空機設計図が次の拡張交渉任務で1個必要になります。持っていない場合はここで選択しましょう。任務の選択報酬については以上になります。そして一番最後に出てくる交渉任務、拡張任務2024フィナーレの達成に向けてちょっと話したいと思います。任務に必要な装備とか幹部数に関してはこんなところですかね。看護法とか雷電は7以上であれば素材に使うことができます。回収関係だと雷電が星6までは霊式艦船5人型3個ずつ、星6以降は姿勢レップ攻撃型2個が素材になってます。
今回説明したいんですけれども、北方式的にライデン星さんがもらえるので、それを使えば回収も比較的軽くはできますね。そしてこの任務達成すると防空対空 28.2 の強力な局地戦闘機が手に入ります。姿勢神殿、去年は最後の任務達成を楽しようとするとカタパルトを諦めたりとかになりましたが、今年は比較的簡単に達成可能かつかなり美味しい任務ばかりでしたね。任務が終わったらサンマの交換もしていきますので、このサンマの交換についても説明していきます。サンマの交換を始めるタイミングはサンマ獲得の任務が3つ完了したらサンマは交換し始めても OK です。アイテム欄にサンマが保存されているのでアイコンを選択して使用するを選ぶと処理方法が出てサンマを消費して資材などが入手できます。そしてこの中で必ずやるべきことがサンマカレー解散との交換です。この交換で銀河エグザ隊が入手できます。特に説明は不要だと思いますが非常に強力な立候です。まあざっくりですが意識立候野中隊より攻撃力が高く撃墜回避補正も同じ補正あります。そして命中3ある機体っていうのが非常に強いです。立候の命中は1で命中率が 7% 上がります。なので3で 21% 上がるって非常に強力です。ここを逃したら次いつ手に入るかわからないので確実に確保しましょう。その他の交換アイテムとしてサンマの缶詰っていうのがあるんですが、これが過去に一度だけ任務で要求されたことがありました。余裕があれば今後もあるかもしれないことを予想して1個か2個ぐらい交換しておいてもいいと思います。一応図鑑にも登録されるので記念に1個持っててもいいと思いますね。次にサンマ漁のおすすめ会議の紹介になります。サンマがドロップする海域は去年と変更ありません。サンマドロップのみを狙うなら6の5下ルート野戦マス撤退潜水艦マス以外3カ所でサンマがドロップします。あとは7の4で解剖艦掘りを兼ねたり機関キラ付け兼ねてサンマ集めることができます。1周あたり変化 1.9 程度あるので戦艦稼ぎにも使えます。この他だと3の3です。ボス前とボスマスの2カ所でドロップします。北方ウィークリー任務召喚も兼ねつつサンマを集めることができます。この辺が一番効率いいんですが6の5まで解放してないとか3の3だけじゃ厳しい場合ですが、新宿海域の1の4でも道中含め2カ所でドロップが狙えます。あと1の5ですね、ボスマスだけですが潜水艦だけなのでソナーを大量に装備してサンマ漁が可能です。ドロップ率は他の海域に比べると低めではありますが周回はしやすいので任務及び装備交換達成の74秒を目標に集めましょう。最後に期間限定のドロップ艦についての紹介です。サンマ祭り限定グラガが一部海域に追加されています。まあコロナ禍だと磯風が他の海域で常設ドロップありますがかなりドロ率渋いので1の2の方が掘りやすいかもしれないですね。あと朝日が初めて期間限定ドロップに追加されたので持っていないなら今回掘っておきたいですね。どの艦もいつ任務指定艦になるかわからないので持ってない艦は積極的に掘りに行きましょう。ということでサンマ祭りのイベントやることについては以上になります。新宿サンマ祭りは毎年の装備強化イベントになっていますのでこのチャンス逃さないで完走を目指して頑張りましょう。ということでこの動画終わりたいと思います。この動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、ご評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。